思っちゃうんです。運動が細かいからできる。そう、これがね、そうなんですよ。低気圧の雨雲なんて最高な、あ、最高って言ったら怒られる。低気圧の雨雲なんてこんな塊がバーって来てくれたら、すごい当てやすいわけですよ。こんなね、あの本州サイズの、こんなのが来たら。はい、こんなのが来たら、ああ、西から雨雲来んのね、来んのね、はいはいはい、当てられますですけれども、はい、これもう象の一頭の動きを予想するようなもんですよね。こんなのいくらでも当てられるんですけれども、はい、それが、アリみたいな、そんなもう、どっちにみんなバラバラで動くかわかんない、細かい細かい雨雲たちばっかりになったら、これ当てられないわけですよね。象一頭の動きを当てられても、はいはいはい、アリ千匹は当てられないですよね。動きは完璧にはなかなか。アリの隙間は降らない。降らないわけですよね。はいはい、うん、だから象がいいな。